皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。えー、アンティークコイン買うべし。まあ、金貨中心にということですが、私の大好きな、えー、ゴフラン、金貨種をまく女神ですよね。マリアンヌなんて言われてますが、随分とですね。値段が上がってきております。 いろいろ今1 2二3ぐらいのプロの方々と付き合いをさせてもらってるんですがこの間もある会社のホームページにえー結構安くグレード67ぐらいのものがえ販売されてたのでこれは買うべきだなとえすぐ注文を出したらですねまああのこんな風なメールが流れてきたわけですえまあ実はもうとっくに売れてしまってたわけですね。 はい、海外で共同でこう在庫があって、まあ、そこをいろんな各社がまあ商品をホームページに載せたりしてるんですが特にもう在庫がなかったあそんな状況でした、はい。で「探してみますから」って言われたのがここにもあるんですが67のグレードがですね今あ140万円ぐらいですと。 私あの皆様視聴者の方からも含めてこういうのありませんかって金貨お尋ねがあると、まあ、探してきてそのままあのお譲りしたりしてるんですが調べてみたんですねこの今回の動画にあたって調べてみましたらちょうどやっぱり2年ぐらい前に、えー、67グレードでで45万円だったんですよたった2年前に45万円が今140万円になってますから68とか。 69もいく何枚も何枚もお譲りしたりしたんですがもう50万円70万円が今200万円ぐらいですよね。返返して <laughs> 返しててほ、はい、まあでもねそうやって皆さんと一緒に、えー、綺麗だなと美しいなと、えー、ピカピカだなと思いながらでかつ価格が上がり 円安のメリットもぜひ受けていただけるとねいいんじゃないでしょうか。もう絶対に手放さないでください。で、じゃあもうこれ物がないわけなので何が次いいのかなと言いますとですね。まあ私としては累十四世十五世十六世の一累ドル金貨と二累ドル金貨があるんですが。 1類ドールがちょっとやっぱり8ム台ぐらいで2類ドールが1 6ム台ぐらいなのでまあこれ2類ドールなんですけどそっち側がいいんじゃないかなとこれルイ15世です、はいえーまあ、非常にこれね王冠がありこれフランスの国のマークユリのマークなんですが1744年なので。 まあ二百八十年ぐらい前の一品ですよね。はい。でこれがですね、まあこんな風に、えー、まあスラブケースに入ってて六十三のグレードで世界最高鑑定になります。はい。まだまだ、えー、意外と安く、えー、販売されています。おそらくいろんな新しいものが値段が上がってったりすると。 さっきの種をまく女神がですね。まあせいぜい五十年ぐらい前のものなので。そうすると、二百年、二百五十年、三百年ぐらい前のものが、もう一回こう見直されていくような気がします。ぜひですね。あのもうこれ以上世の中で物が増えるっていうことは。まあ、あまり期待がされないというかね。新しいものがどんどん出てくるわけでもないと思いますので。フランスの、イギリスより割安な。二ルイドル金貨、この辺をですね。 一枚二枚お持ちになられてみるのもいいんじゃないかなと思います、えー、本編の方でも詳しくお話をしておりますので一度覗いてみてください、えー、ご視聴のほどいつもありがとうございます